嫌なことを思い出してさ。ジーンの追っ手から逃げ切ったと思ったら、いきなりヌージに撃たれて、気を失う前に最後に見たのがあんな夕焼けだった。あの時あいつは周囲に操られていたんだ。その後正気に戻ると、私たちを手当てしてアルベド族に預けたんだ。そいつらはジーンの目をくらますために私たちを別々に運んだ。ヌージさんに聞いたの？もう水に流したはずでも時々思い出す。仲間がバラバラになった夕暮れとか、その後の長い夜とか。私も。ほら、初めてザナルカンドが見えたとき、このまま進んだらユーナン死んじゃうって思ってたし。だからってユーナンが行くって決めてるのに無理やり邪魔するのも嫌だったし。どうすればいいのか考えても考えても分かんなくって、半泣きで夕焼け見てた。私だって。究極召喚のこと何にも知らなかったから、みんなと一緒に歩くのもこれで。最後かもしれないだろう。だから全部話しておきたいんだ。ねえ、今の私たちは何？なんでもない。